ちょっと特殊かもしれないんですけど、私たちの中では結婚をしようというふうにお話をしたのが先だったので、プロポーズが後の形だったんですね。なのでそのタイミングでそれこそ指輪とかも一緒に見に行って、これがいいっていうのを言わせていただいたりとかして、プロポーズが来ると分かっている段階でのプロポーズだったんですけれども、まあなかなか来なくていつだろうなって待っていったんですけど、そのたまたま友達とかと遊びに行った日に、本当は詳しく話してもいい？どうぞどうぞ話してください、はい、相方のと、はいはい、相方さんと半田さんの相方の慎吾さんと、で私のお友達と4人で遊びに行った時に、本当は映画の試写会があるから見に行こうと言われていて、でそれでこう一通り遊んだ後に試写会の会場に行ったら、突然ムービーが流れてきて映画館をそのスクリーン貸し切ってくださってて、でこう今までの思い出の写真とか、それこそコメントとかを私たちが出会った僕が君の耳になるの音楽に乗せてこうムービーを流してくださって、でそこからその映画館から近くのチャペルに移動しまして、その中でスーツで待ってくださってて、で2人だけの空間、チャペルの中の2人だけの空間のところで、まあ、結構いろいろは言われたんですけど、その笑顔を守っていきたいですと、で僕と結婚してくださいという言葉をいただきました。でその時には足立さんどんな風に思いました？いや本当にこのプロポーズが来ると分かっている段階だったので、こういろいろ想像はするじゃないですか。なんですけど、はるかにそれを超えてくる。そしてその日にプロポーズが来ると一切気づかなくて、私本当にまんまと騙されたじゃないですけど、こう素敵なサプライズを考えてくださってて、今までこうプロポーズされると嬉しいって気持ちなんで泣くっていう感情がよく分からなかったんですけど、なんか初めてなんじゃないかな、嬉し涙を流したのはってくらい、なんか自然と涙が溢れてきて、あ、こんなに幸せな空間ってあるんだなっていうふうに思いました。当然お返事っていう形になるわけですよね。はい、はい、よろしくお願いしますというふうに、もう本当にその場はなんて言うんでしょうね、こう感情がすごく来ていたので、なんか何かこう長文を返すという頭が全くなくて、よろしくお願いしますとだけお伝えして、後日自分の気持ちを手紙に書いてちょっとお渡ししました。足立さんすごい頑張りましたね、サプライズのプロポーズ。そうですね、足立さんはやはり仕事のスケジュールが結構埋まってるので、その映画館とかってやっぱ1ヶ月ぐらい前に言わなきゃいけないんで、なかなか決められなくて、だからそこが一番まずネックというか難しかったところです。あとはやっぱりその映画館で試写会で行こうって言って、その僕たちだけ4人だと怪しいじゃないですか。だからなんか友達に頼んだりとか、エキストラさん呼んでいていただいたりとか、そういうだからもうそのいろんなことが、まあ大変なこともありましたけど、でもまさか足立さんがこう涙を流してくれると思わなかったんで、本当に逆に僕が泣いちゃったんですね、そのプロポーズしてる時に。なんかすごく本当に思い出になるプロポーズができて、今でもなんかその動画を見返すたびに昨日も泣いてました。そりゃ泣くでしょ。